岸シユータ、Q30 退場で、公認レギュラー争い、が勃発。シクストーンズ、なにわ男子。本命は、シンジュリー派ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日をもって、 キー・エヌ・ジー・アンド・プンスを脱退した、平野ノ・シ26、キシ・ユータ、27、神宮寺・ージ・ユータ、25の3人。平野と神宮寺は同時にジャニーズ事務所からも退場したが、岸については主演映画、G メン、Man、東映の8月25日の公開を待って、9月30日の退場となる。また、岸はレギュラー出演している、VS 魂グラデーション。 富士テレビ系、木曜19時からについても、すぐに番組卒業となるわけではないようだ。富士テレビ関係者によると、退場となる9月いっぱいまでの出演となるかはわかりませんが。が7月までは出演の予定です。現在、VS 魂に出演するジャニーズタレントは、嵐相葉雅樹、40、風間俊介。 39、政治ゾーン佐藤勝都二26、ジャニーズベスト藤井流星29、美少年不初引き21、そして騎士の6人だ。そして騎士の9月30日での退場が決まった今、気になるのは、彼が番組を降板した後、誰がその後釜としてレギュラーの座を射止めるかだろう。 ジャニーズ退場後も岸さんの継続出演を望む声はありますが現実的にはありえない。VS 魂は協力としてジャニーズ事務所が入っている番組。やめジャニーになった岸さんに引き続き出てもらう義理はありませんからね。それに番組を通して新たなタレントを売っていきたいというのも間違いなくある。 番組内で行うゲームは6人の魂チームとゲストチームで戦う方式なので、騎士さんが抜けたら、その穴はメンバー補充が必要になります。使い代わりでジャニーズメンバーが出てくるというパターンもありますが、やはり新メンバーが入ると考えられます。メジャーデビュー組である騎士さんの代わりなので、シクストーンズ、スノーマン、 にわ男子、トラビスジャパンといった同世代のデビュー組から選ばれるのが自然ですね。全能。では、スノスとにわトラジャの中では、誰が有力候補なのだろうか。四角スノスとにわトラジャが本命も、JR からの選択肢も、制作会社関係者が言う。シクストーンズオーダーあれば、バラエティを得意とするジェシーさん、26あたりはありそう。 モノマネタレントのコロッケさんと仲良しとあって、モノマネもお手の物のですからね。一方、スノーマンの人気は凄まじく、YouTube 登録者数は約260万人、5月25日時点、と、ジャニーズ公式の中ではトップ3に入るほど。しかし、これだけの人気ですから、誰が選ばれてもおかしくはない。番組としては、若いラウールさん。 19のような存在も欲しいと思いますね。何は男子は事務所のトップである藤島ジュリー恵子社長56が今最も推しているグループだ。あまりピンでのバラエティ出演のない高橋京平さん23には数を踏ませるという意味でもあえてぶつけてくる可能性はありそうです。あるいは過去にはバラエティ番組で西城秀樹さんのヤングマン YM C、A、をカラオケ披露したこともありのりが良い大橋和也さん25もあり、そう。トラジャについては他のグループよりもバラエティ経験値は低いので可能性は低そう。選ぶとしたらグループの知名度を高めるという意味でもリーダーの宮近海人さん25ですかね、全能。さらに、ジャニーズ JR。 からの選出の可能性もあると前での制作会社関係者は言う。最近バラエティ界でかなり注目されているのがジュリー社長がプッシュをしておりデリュー間近と言われるヒハイ GTS イガリソーヤさん20。新ジュリー派とも言われていますが、一見クールな雰囲気でありながらも、踊る。サンマ五点。簡単ふ、 日本テレビ系に出演した際にはサンマさんから吉本、吉本工業か人力者向きとも評価されていました。バラエティ番組での対応力の高さからポスト菊池風馬とも呼ばれ始めている。大穴で岸さんの公認を座を認める可能性も十分にあるでしょうね。メンバーの退場は他のジャニーズタレントにとってはチャンスでもある。 誠実な人柄と、土球の天然で大人気の騎士の後釜、VS 魂のレギュラー争奪戦を、ジャニーズ内でセースの誰になるのだろうか近く、なんでそんなに可愛いんですか騎士ユータ、金プリ脱退でも、VS 魂の収録で見せる、天使の笑顔、バラエティで見せる騎士のわちあわちゃな姿も人気。騎士のわち